ひよこメダカの店舗での人気メダカランキングトップ10を紹介します。では早速行ってみましょう。第10位ミックスダルマさん。このミックスダルマはもうとにかくダルマ体型が出ます。この赤縁みたいな柄と紅白みたいな柄と3色と結構いろんな柄が出るんですけど、とにかくダルマ体型が出てくれます。一匹単調の子が結構可愛いですね、配色は。第9位黄金べっ甲だるま。黄金べっ甲だるまは黄色の体色とだるま体型っていうもう一番可愛いところを合わせ持ったメダカさんです。でさらに光体型なんですよね。なんで横見でも楽しめるし、まあ、上見でもこの爽やかな黄色がどういうんですか、もう可愛いですね。第8位モルキンちゃんです。モルキンちゃんはオリジナルの品種になるんですけど、エメキン×ブラックモルフォアッシュ光の、掛け合わせの子になります。なんでちょっと背びれも大きくてふさふさしてる子もいいです。動画の子は F1 の子ですね。でも上身も結構ヒレが長い子とか綺麗に見えるんでおすすめです。第7位手工玉です。結構去年からまた今年にかけても結構人気、ずっと人気だったんで、今動画を見てくれてる方でも、あ、私飼ってるよっていう方がおられるかもしれないです。僕も好きでずっと続けていきたいなと思ってる品種です。ちょっと動画の子がちっちゃい子なんで大きくなったらまた動画アップします。第6位ブラックダイヤだるまちゃんです。まあ黒色のだるまはすごい人気があって、でオロチだるまとかも問い合わせがあったんですけど、ちょっとあんま増やせてなくてもうほとんど販売できませんでした。でブラックダイヤだるまの方は増えてくれたんで、でまあだるま半だるまぐらいも何個か出てくれたんで、はい、ちょっとずつはあのヤフオクへですけど出していってます。第5位スパークブルーリアルだるまです。この子も結構増えてくれるだるまで、イベントとかには結構持って行ってるんで、この子も飼育されてる方多いんじゃないでしょうか。で、リアルの遺伝子ってさらにだるまってことなんで、掛け合わせにも使えるかなと思ってます。とにかく増えてくれるだるまっていうのはすごくいいです。第4位エメキンです。すごい綺麗です。もう大好きで、まあ、エメキンももうイベントには持って行ってるんですけど、うちのエメキンは背中の鱗表現と尻びれのワイドを特によく見て選別依頼していってます。なんで尻びれと尾びれがくっつきそうなやつがこう何匹かおると思うんですけど、くっつかないかなと思って飼育してます。第3位クロちゃんです。この
こもオリジナル品種になります。ここはインスタには何回か載せて、ちっちゃい時はもうなんか迫力がなかったんですけど、大きくなってくると結構迫力が出てきて、なかなかかっこいいなと思って、はい、今改めて動画を見てます。もうあんまり販売分はいないです、申し訳ないです。近々販売再開できると思うんで、またアナウンスさせてもらいます。第2位、深海だるま。この子もまあまあ可愛いです、はっきり言ってめちゃくちゃ人気ですんで、体内子の青がもうすごい涼しげで、あと、まあ、この子も増えてくれるだるまなんで、どうですか、安心して販売できるというか、はい、お客様からも産んだよっていうのを言われたりしてます。第1位、クラウドグレーダイヤだるまです。結構可愛いですね。クラウドグレーも綺麗なんで、それがだるまになるとまあまあ綺麗ですよね、すごい。で、なんかうちの子はなんか漆黒系というかね、黒体色が出てきて、今動画の右下の方ちらっと出てますけど、こんな子が出て、ラーメンがちょっと少ないんですけど、ヒレにサシが入って縁が光るっていうのがたまコロッと出るんで、この子がなんかすごい可愛い、もし出てきた人はラッキーかなと。そしてちょっとイベントの告知をさせてください。第4回チキチキメダカ祭り in 愛知、9月3日日曜日10時から14時、雨天決行、豪雨台風の場合は順延、だるまメダカすくいにレッドクリフすくい、ドキドキメダカ交換会、1000円メダカくじなどをやっていく予定です。で、お店は2店舗だけです。キビジさんとひよこメダカです。よろしくお願いします。では、最後まで見てくださりありがとうございます。またよろしくお願いします。失礼します。